その後出所してきたばかりの若頭は自分の家族の待つ家には帰らず、本部から車で30分ほど離れた組長宅に向かった。組長の奥さんに挨拶するためである。この世界では組長の奥さんは姉さんと呼ばれ、元気そうで。おじゃまた頑張って。医療しながってな。まだ向こうで病気せんかった。腰が上げまいわ。腰。寝られちゃう、腰痛で。やれやれや、まあもう。まあ、竹さん、な。帰ってきてくれてね。まあもう。少しやろう。何もないけど、ええ。あっちで。この日、組長の奥さんは若頭のために手作りの料理を用意して待っていた。それはどうも、長い間ご苦労した。よし、元気よかった。そうやな、体が良くて元気だったよ。それか、前の時よりもマシやな。前の時はもうな、えらいやるんだった。そうそうそう、うん、出てきた時な、やっぱり強気になれやな。うん、慣れちゃう。前の時はな、ほんまに早かった。翌5月5日総本部のシャッターが開いたのは午前8時30分。ここには下部組織から爪と呼ばれる揃いの服を着た本部詰めの若い衆が5人泊まり込んでいる。15日ごとに交代する彼らはいわば総本部の世話係。玄関には清めの塩。そして神棚。幹部しか立ち入ることのできない部屋で、事務長がパソコンに向かってデータを打ち込んでいた。これでか。これはあのこの衆議やってまんね。衆議の一覧表。何に対する衆議？方面ですわ。あの頭の方面の。あ、若頭の方面の。はい。ということはそのリストをこうパソコンに。そうですわ。まだあの返さないといけないんだからね。全部でいくらぐらい？ああ、それは言えまへんな。それは言えまへん。それ言うたら税金かかる。午前10時、昨日出所したばかりの若頭が現れた。おはようございます。おはようございます。ケーキはどのぐらい？ケーキは1年10ヶ月。はい。まあ罪状というか、まあ、どういう？賭博会長取り。はい。保釈なんかあったんですか？保釈金は2000万円ですわ。殺されるよりな生きて懲役、辛い懲役でも13年15年でもいたら生きて帰ってこれるんやからね。やられる前にやるという主義ですわ。
やられたら遅いですよ今の時代は、ね、家の中入ってもたら悪いやから。例えばね、ね、今現代入り口ドアでどこの事務所でも鉄板はめてるんやからね。そうでしたろ、入ってこられへんねんから。モニターテレビついてね、誰が入ってきたらすぐ分かるんやからね。やられたらもう遅いですわ、ね、やられる前にやるっちゅうモットーですわ。生まれ変われるとしたら、ね、もう一度やりますか。生まれ変わるとはまあ坊ちゃんに生まれたいな。坊ちゃん、いやおたくらもこうやってインタビューに来てやね、ええ、こうやってえらい仕事を何時間も働いてこれ帰ったらやっぱり家内親仕事行かなきゃあきませんやろ。違う、うん、こんな坊ちゃんでもらえたらこんな仕事さんでいいんや。そうでしたろ、何も考えんと、うん、やっぱり坊ちゃんやね。じゃあ、うん、今あの総本部の2階にある事務所の中央には大型画面のテレビとともに監視用モニターが見られるようになっている。表通りを中心に数台のテレビカメラが設置されている。この日ノンフィクション作家文治貞則が組を訪ねた。これ重いな、随分こんな厚さがある。全部鉄ですね。これここが大体事務所、ここが事務所という、そうです、言うんですかね、まあ、はい、事務所言うてんの、オフィスオフィスオフィスはい、これがあの幹部の使う部屋です。幹部で一番奥にあのブルーの椅子がありますけども、はい、親分の部屋です。あの椅子ですね、これはもう必ず親分、はい、親分以外は育ちがない、はい、で後ろに写真がありますけれども4代目と3代目、3代目の田岡さんですか、はい、そうです、はい、でこの波紋状除籍通知状とありますが、これはどういう、あのこれからあのこういう人との付き合いをしてくれるんだということはもうこの書状が回っちゃうと、もうこのここに書いてある名前の人はもう全部この世界では生きていけない。そうです、こういうことですか、はい、あとここにですね、これは、懇親坊と読むんでしょうか、はい、3つ、これあの剣道の竹刀ですか、これ長いのとちょっと短いのとありますけども、はい、これはどういった、またいろいろね、大西さん、これはあの歩いててですね、こういうあの、まあ、廊下っていうんですか、大体人一人がやっと通れるぐらいですよね。意識してやっぱりあの狭く作ったんですか。そうです。どうしてですか。あのいろいろとね、はい、あの万が一皇族部園で通った時に備えて、あの部屋をこちらへと思って、はい、そして3階、それでここにドーンとこの大広間があるんですけど、ね、とこちらであの催し物が行われると。そうです、例えば最近ではどういう催し物が行われたんでしょうか。まああの杯ごとですわね、はあはあ、これ旗がありますね、ちょっと、これ2代目難波安文と書いてあって、これがあの大門ですね。直参というのはつまり、こちらの親分から三馬安組の親分から、から杯をもろてるもんが約100名です。100名、はい、つまり一番地が濃いという方々ですね。そうです、ね、この100人で、はい、その100人についてる若い人がおるわけです。はいはい、服役をしている方も今こちらの組では何人ぐらい。そうですね、約1割50名近く入ってます。今うちであの特攻隊長が6年いてますね。どういう役割なんですか、その特攻隊長というのは。あのその通りですわ、特攻隊長いうね、抗争が起こった時にの隊長ですわ、ね、やっぱ自分でもあのかぶんなきゃいけない、かぶんなきゃっていうか、その最前線に出ていって。そうです、
まあ、それはあのこの世界 の, あの花形違いますか。あ、花形ですか。大西さんは子供さんは3人おります。はい、もうかなり、まあ、あの会社を長男が会社してます。次男坊が喫茶店、で下があの女の子ですね。まだ学校行ってます。ここ高校1年ですよ。女の子供さんは私立高校ですか、それとも公立高校ですか。私立です。私立で、はあ、やっぱ職業欄とかありますでしょ、そういう、今どういうふうに書いてるんですか。腰が上げまいまな腰、うん、寝返しの腰立て、やれやれや、まあ、もうな、竹さん、な、帰ってきてくれてね。なもう勝負しやろう、うん、何もないけど、やっぱあっちで、あっちで、うん、みんな、あれしや。その後、出所してきたばかりの若頭は自分の家族の待つ家には帰らず、本部から車で30分ほど離れた組長宅に向かった。組長の奥さんに挨拶するためである。この世界では組長の奥さんは姉さんと呼ばれる。この日、組長の奥さんは若頭のために手作りの料理を用意して待っていた。それはどうも長い間ご苦労でした。よし。痩せたな、ちょっと。なあ、しんどかったやろ。うん、ご苦労さん。まあ元気そうで。おじゃあ。また頑張って。いらっしゃい。え？いらっしゃいなってな。いやもう。